お盆だからね、なんかいろんなものもね、帰ってきてると思うから、みんな合わさって楽しい時間をご一緒したいと思います。はい、まずは一番目に、我が相棒の片山富夫ステージ、お呼びいたしましょう。片山富夫。
82年に開く河出文庫今月の新刊、名作サメに続く松井信彦無行、一新聞人の波乱の生涯、夏堀正元無冠の旗、大海の巨人を描く小島直樹福沢三役、発売中。一冊一冊に新しい発見。田原武彦です。彼より、いじけるより、僕は堅実で主張したいな。今年20歳、大人の自分。全国民放ラジオ53社は、今、20歳の堅実キャンペーン。君はどう？大人？いつの間にか、時は流れ。これからの湘南の住まい、一堂に。藤沢駅から南へ歩いてすぐ市民会館横の藤沢住宅公園へ。で君、いつから選んでるの？で、何？2段目だったら迷わずモーリスを選ぼうよ。伊藤の音を追い続けて19年、モーリスの長年の経験と技術が生んだハンドメイドギター TF シリーズ、世界に広がるモーリスギター。君、モーリスの手はスーパースターの夢じゃないよ。片山富雄の新世で日本。はい、皆さんこんばんは。ようこそ来てらっしゃいました。ありがとうございます。今日はですね、いつもですからですね、私、さっきの、エレクトリックラブラズという番組ですね、シンセサイザーを平坦の人でコトコトって弾いてるんですけども、今回一人でやれというお達しが来まして、あまり慣れない一人なんですけども、ちょっと緊張しておりますけども、よろしくお願いいたします。で、今日の構成なんですけども、先に僕がやりまして、その後空気がしたんでたらフェイターがやりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、でですね、そうしてですね、何をやろうかと考えたんですけども、オリジナルやってもおられたんですけどもね、ほとんどエレクトリックラベルズの曲がかぶっちゃうんですよね。で、それがちょっと面白くないということで、明日からお盆ですから、ここはですね、追悼の日を込めましてですね、僕が影響を受けたんですね、音楽家の人の音楽をちょっと演奏してみたいなと思います。はい、ということで、よろしくお願いいたします。ちょっと音余ってるので、すいません。こんな感じで始めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。意外と1分半ぐらいのかな、1分半で俺の MC が切れちゃったというね。はい、ありがとうございます。すいません、すいません、ありがとうございます。そしたらですね、まずですね、最初ですね、まず、富田勲さん、はい、何年だっけな、一応控えてるんですよね、2016年ですね、にお亡くなりになられたんですけども、富田勲さんっていうのは、今でそうすごい、やっぱりシンセサイザーのね、大御所っていうところのイメージが強いんですけども、僕の場合ですね、作曲家の富田勲さんの方が先だったんですよね。で、新日本機構で、ご存知ですかね、はい、あの時にですね、僕ちょうど小学生ぐらいだったと思うんですけどもね、親が朝いつも見てたんですよね。で、見てて曲聴いた瞬間鳥肌立ちまして、うわすげえ曲だと思って、ちゃんとこう富音楽富田勲さんとか出てるんですね。で、あと絵とですね、絵とでいうか映像ですね、映像と音がすごくマッチングしてる日本の風景をね、思い浮かべるような、曲がですね出てきて、もう小学校の時にもうわすげえ。で、中学校になってから、シンセサイザーに興味持ちまして、で、もっと言うと本とか見てると富田勲さんっていっぱい出てくるんですよね。あれ、富田勲さんってこれもしかして、え、新日本機構の富田勲さんって思って、で、後からこうシンセサイザーをやってはる方やっているので気づきましてね、はい、ということなんで、ちょっとその新日本機構をですね、ちょっとやってみたいと思います。はい、
だからじゃあテレビサイズのちょっと短いバージョンでしたけどね、はい、こういう感じで、あの新日本機構ですね。もう本当にあのメロディーからですね、もう景色がこう出てくるっていう、やっぱ素晴らしい音楽だと思います。はい、ということで、まず富田勲さんでした。それでですね、ちょっと待って、ちょっと準備が。懐かしいですよね。そうで、新日本機構になって、次がですね、で、さっきあの、ね、新世で日本って言っちゃったんですけども、あの、まあ、いっぱいおられるんですけどね、あの、姫神の星さんとかね、いろいろ言ってたんですけども、ただですね、ちょっと僕外せない人がいまして、バンゲリスさん。ちょっと外国語なんですけどね、バンゲリスさん。この方は、ですね、いつだったかな、一応メモっといたんですよね、去年の5月ですね、お亡くなりになりまして、あの炎のランナーとかですね、それとか南極物語とかありましたけども、やっぱり僕がですね、もうがっつりわっとなったのはやっぱりブレードランナー、エンドロールですよね、エンドロールで流れる曲だったと思うんですけども、あれがですね、もろにはまりまして、わすげえやと思って、で、ね、なんか機材とかもなんかわけわからない、ね、シンセサイザーとかで、ね、名前のわからないのがいっぱい並んでたりとかですね、本当にすごい方だったと思うんですけども、それをちょっと曲でやってみたいと思います。
どうもありがとうございました。マンゲースさんのブレードランナーでしたね。はい、ありがとうございます。結構これ映画とか見られました？こういう、あ、見られました。やっぱり皆さん見られましたね。リアルタイムで映画、映画館行ったんですか？映画館、映画館で行ってないですよ。でもテレビですね。テレビ見ましたね。でもあの後からあの、DVD でしたっけね。そういうのが見ましたけどね。勝手にコーナー作ってるんですけども、はい、普段ですね、僕が使ってこう MS20 っていうあのコルクのシンセサイザーがあるんですけども、1978年ということで、今と45年前にできたシンセサイザーなんですね。で、実は僕が使ってるやつはこれ復刻版です。あの当たりなんて新しくできたんですけど、まあまあ本物そ、まあ、そのまんまですね、まんまになってるんですけども、これをですね、まあ、普段どうやって音を作ってるのか、よくこっちでこれいじってでもね、あいつ何やってんだという感じでよくわからないということが多いんで、ね、今回ちょっとね、あからさまにこう、つまみとか見せてます。で、ちょっとこれを使ってですね、いろんな音を順番に出していきますので、聞いてもらえたらなと思います。あの、音楽じゃないかもしれないですけど、やっていきます。
ソースを与えることでこう変化させるという新しい、これにこれが刺さないとできないような音とかもたくさんあります。はい、今のなんかそうですね、サンプル&ホールって言うんですけど、私ですね、やっぱりこう世代的にですね、YMO、はい、YMO が大好きで、シンセサイザーを始めたきっかけっていうのがやっぱ YMO なんですよね。で、始めた頃は自分は YMO が好きだっていうのをちょっとなんかこう言うのが恥ずかしくて、いや、別に、聞いてない、そんなの聞いてないなとか言うのがよくあったんですけども、今なぜか堂々と言えます。はい、やっぱりね、音とかですね、やっぱすごい影響されましたし、シンセサイザー始めるきっかけにもなりましたんでね、大好きだったんですけども、先日ですね、また先日というか3月か、この間ね、高橋幸雄さん、高橋幸雄さんね、ドラマーですけどもね、名曲残されましたよね、ライディーンという曲があるんですけども、はい、それをですね、ちょっとやる。これちなみにですね、バックトラックの一部、ドラムの音は本物の高橋幸雄さんが叩いている音を使ってます。ベースは細野さんがやってるやつを使ってます。で、シーケンスは僕がいろいろやった、それ足した感じでやってますんで、よかったらその辺聞き分けてもらったと思いますね。
ありがとうございました。久しぶりに言ってね、ちょっと途切れましたけども、すみません。ありがとうございます。はい、こんな感じですね。そしてですね、続けてですね、5月ですかね、坂本龍一さんが亡くなりまして、でやはりね、やっぱり、ちょっとね、あ、5月じゃない、3月と、同じ3月ですよね。ね、ちょっと、本当続けてっていう感じでね、亡くなる前でもね、なんか幸宏さんと俺、さっきどっちが行くかなっていうような話をしたんですけどね、はい、あの若い方の幸宏さんの方がね、先に言っちゃいましたけどね。はい、で、ということで、まあ坂本さんのですね、曲をですね、最後ね、ちょっとやりたいと思います。ちょっとマイケル・ジャクソンが、この曲はロックンロールだで、正直僕は分かんなかったです。意味がロックンロールなんやこれっていう、まあ外国の方から聞くとこのロックンロールなんかこう定番のこのコードパターンのような感じなんですよね。でちょっとこれをつけますね。つけたというかこれいいか。ボコダですね。ボコダって分かります？知ってます？僕はですね、適当に喋っててもですね、鍵盤弾くとその音程で鳴ってくれます。こんな感じで、こんな感じで、喋ってます。マイク、あ、こっちのマイクが遠い？あ、ごめんなさい、すみません、失礼しました。あんまりちょっとね、MC 慣れてないんですよ。すみません。もう一人でやるのなんかものすごくね、もう今ド緊張してるんですけども。はい、すみません。こんな感じで、こういう風に、いける感じなんですね。こういう風に。あと、まあ、例えば声を出したりもできる。っていう感じでもう素晴らしい音程で。あと、僕の友達は山田さんとかもやってるんですけど、僕はこっちじゃないんで、こういうことですね。こういう感じの声ですね。でこれは鍵盤と相当の例えば、僕が一定で「カエルの歌が」って弾いても音はちゃんとメロディーが弾いてくるので、ちょっと話ずれますけども、昔高中正義さんご存知ですかね、横浜アリーナでですね、ライブがあった時にですね、これってね、自分でもう要するにいかに発音するかっていうことが大事 で、あの人はギターでこの鍵盤とかにギターでボコーダーをやったんですね。でその時に地声が出ちゃって、地声でめちゃめちゃ音程じゃない、地声が音程に出ちゃって、で、もう完全に爆笑になったという説があるんですね。本当に気をつけないといけないです。だからこれね、練習するときに気をつけなければいけないのは、例えば夜中だとヘッドホンでするんですよね、みんなね。でヘッドホンでするでしょ。で、やってると、ああ、いい音だなと思ってるんですけど、周りの人は、あいつはおかしだったん違うかなって よくあるんですよ。で僕も高校の時にですね、僕はだって友達が持っててそれ借りて家で練習してたんですよね。そしたら夜中12過ぎてですね、親がバーン部屋に入ってきて、あんたいつかそんな歌が下手かったーっていや本当ヘッドしか分かんなくて、でいかにこうかっこよくね、こう発音させるっていうのがやっぱ重要みたいで、でこう口の開け方とかですね、あーとか言うあーとか言った方がいいとかですね、まあいろいろこうあるんです、音の聞こえ方があるんですよね。でそれをこうやってたらもうなんかもうとんでもない音程に聞こえたみたいで、もう親がもうどのような感じでもうめちゃめちゃ怒られましたけどね。夜中に何してんのっていう、はい、まあそういう、まあ、ちょっと話ずれましたけど、そういうことで、ね、すいません、そしたらですね、ビハンドザマスクいきます。
してるんだけど。いやいやいや、嘘でしょ。いや、まだ短い。え、まだ短い。いや、40分もやってない。40分十分じゃないですか。俺30分って聞いてたんですけど。何かやっておきましょう。あなた、頑張って。いや、ネタそれぐらいしか用意してないんですけど。マジっすか。え、ちょ、ファイトって言われても。あなたの曲を聴かしてよ。あ、ちょっと待って、いや、じゃあ、どうしよう。そういう言い方されてもらって。朝弾いてるやつお願いします。朝弾いてるやつって誰だっけ。朝、いつもやってるチンタラを。あ、あれはもうさっきやったから、あれ近いですね。あ、チンタラパート2で。ええ、そしたら、これエレトラの曲なんですけど、いいですか。いいよ。一人で。私がいいよ。ああいう人なんです。これドラムが、梅本圭介さん、ベースが岡さんですね。が入ってるやつでやりますね。いいかな。一人でできるかな。ちょっと突然の振りだったんで、やります。すいません。はい。これちなみに20代前半で作った。
どうもありがとうございました。はい、これで一応終わりですかね。はい、すいません。じゃあ、よかったらあのドリンクとかも、